小丸山城は、かつて、のと国の都軍、小丸山に存在した、日本の城である。七尾城の北、七尾南湾に面した平山城。七尾港に近く、海城に分類される場合もある。前田利家が、のと一国の国持ち大名として、七尾入りしてから、加賀に領土を加造され、金沢へ拠点を移すまでの間、前田領の政治経済の中心地であった。現在、 城跡は公園として整備され、春にはソメイヨシノ、しだれ桜などが見られる桜の名所となっている。織田信長の指示により越前国府中城十万国の領主からのと一国の国主となった都市家は1581年、七尾城に入城した。しかし、七尾城は、要害ではあったが、中世の山城であったため、防御城は、利点があったが港から離れていて、地勢。 経済上の利便性に難があった。そこで利家は七尾港に近いところ口村の小丸山に平山城を築くことを決定し七尾城から移り住んだ。1582年に築城。河川と海が堀の役割を果たす水城でもあった。城は能登水軍の本部の役割もなしていた。利家はさらに周囲に29の寺院を混流し、 野戸半島方面からの敵襲の守りを補った。1583年、年家は、加賀半国を得て、小山城へ本拠を移した後、兄の前田康正が、七尾城代も金居住した。前田家は、秀吉政権下で、越中三軍を加造、年長を森山城に入れ、年政が、小丸山城に入り、安生の懲り吉美が、七尾城に詰める。1615年、 一国一条例に従い廃城。1920年、小丸山公園として整備される。北側に、七尾湾、東西をみそぎ側に囲まれた、丘陵地帯に位置する平山城で、はしご格式の車が配置されている。廃城に伴って建築物が撤去されており、わずかに残る石垣や土塁に、当時の面影が忍ばれる。年家の金沢入場に伴いだ園も、 金沢で移転し、朝礼時と解消された、時刻表北陸鉄道七尾市時刻表、ありがとうございます。